2012年2月21日、アニーグループ25周年記念パーティーが関係者およそ230人を集めて開催されました。このパーティーはアニーグループの25年間の歩みを振り返りつつ、これまでの感謝の気持ちを関係者に伝えようと、アニーグループおよび二枝社長とご縁のある方々や協力会社、そしてアニーグループのスタッフを招いて開催されました。今から思いますと、25年前、柏木西目町でですね、小さな雑貨の卸からスタートさせていただいたアニーグループです。おかげさまで全体のですね、展開が全国、現在石の井、アニー、光兵団で拠点が104カ所になりまして、海外、カナダのバンクーバーにですね、モデルルームが1カ所ございますが、徐々に体制を整え、来店システムでですね、博多から世界にやっていこうという状況を現在作っているところです。経営理念一つ、我が社は世の中で今後変わるべく理想的生活スタイルを発見し、それを社員一丸となって提案していくことにより、世界中の人々へ喜びを感じていただこうという理念のもとに創業をした。会場となった西鉄グランドホテルには、アニーグループのアドバイザーを務めるデサントの前の社長の田尻邦夫顧問をはじめ、講師にわたって関わりのある方や古くから親交のある友人など、国内だけでなく海外はカナダなどからもおよそ230人が駆けつけて、アニーグループ25周年の喜びを分かち合っていました。当時私はそのデサントの社長をしてまして、こっちの九州の方で王監督とご一緒に、あるゴルフ場のゴルフの練習場の始球式をね、してくれということで、でその帰りにひょっと岩盤浴の石の湯というのがあると、ちょっと入りませんかということで入って、これが非常に気持ちよかった。光レーダーも今いろんな雑誌やらテレビやらご紹介あって、おそらく次の30周年にこの皆さんが お集まりになるときには、これはものすごい会社になっていることはもう疑いようもないんですが、兄のお気に入りが非常にコンスタントな収益を上げるようになった、石の湯の岩盤浴が最高益を出せるようになってきた、この難しい時期にこの2つの両輪がきっちりできてこそ、世界に今から羽ばたくこの光レーダーがあるんだということでね、ここにおられる人たちも皆さん本当にご苦労されてこの業績を残されたと思うんですが、本当にお祝いを申し上げます。アニーグループの皆さん、そして関係者の皆様方、アニーグループ25周年誠におめでとうございます。アニーの大ファン、森尾津田剛です。9年間お世話になった博多から世界の戦いの場を移して、今年からチャレンジしたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。アニーグループ25周年のお祝いと、そして関係者の皆様方のご多幸とご健勝を記念いたしまして乾杯したいと思います。これ高らかにご賞をお願いします。乾杯。アニーグループは福岡市博多区に本社を置くセラミック、つまり石一筋にこだわって25年間発展してきた企業グループです。セラミックを活用した生活雑貨アニーのお気に入り、セラミックの温熱パワーを活用した岩盤浴石の湯、セラミックの遠赤外線を活用した冷暖房光冷暖システムと、今や国際的にも活躍の場を広げる石のスペシャリスト集団となっています。統合店舗という形で計画しております。我々が25年かけて養った収穫能力を持つアニーのお気に入りと、石の湯を同じ場所に同じ屋根の下に同じ面積の中にドッキングさせます。そしてレジは共通でレジをするという方式です。でその中の冷暖房を全て光冷暖で行い、中に光冷暖の打ち合わせるコーナーを作っていくという形でですね、多分世界中では我々しかできないであろう販売方法主体を確立しようという形で思っております。
パーティーでは今日のアニーグループの発展を支えてきた恩人に対する感謝状の贈呈も行われ、二枝社長から感謝の言葉が贈られました。21歳で社会人デビューした頃、家業が本当に大変で、毎日毎日売上作り集金でお先真っ暗な時、安子おじのおばちゃんの言葉、そして着物を買っていただけたことが今でも勇気元気のもとになっています。ありがとうございます。いつまでもお元気で、30周年も絶対に来てください。2012年2月21日アニグループ、お客様係総責任者二枝隆治、おばちゃんありがとうございます。感謝状。私が30代の頃、調子に乗って他業種他店舗化に失敗し落ち込んだ時、バリ島へ長女と旅に出ました。先生からランチを誘われた時に、先生からいただいたものすごいありがたいお言葉は今も忘れません。その後、新芽という賞をいただき、会社に飾り、日々仕事に打ち込みました。そのおかげで今日アニグループも25周年迎えることができました。心から感謝申し上げます。日本一の現場主義の画家、典田貞勝先生、アニグループ二枝隆治です。どうもありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お立ちください。今回ですね、この、3年間で一番アニのお気に入りの商品を買っていただいたお客様を、コンピューターで検索しました。そしたら、なんとベスト10のうち、ベスト10のうち3人が社員さんでした。ひょっとして売り上げが足りんときに買いよっちゃないかいなと思ったんですけど、でもある意味嬉しかったんです。我々は、私が、そしてスタッフが本当に気に入ったものしかお客様に教えない、ね、この精神がちゃんと根付いているということが嬉しかったです。感謝状、ゆみこさん、なんと給料のかなりの金額をアニーの商品愛用のためご使用いただいていました。データを見たとき驚いたのは、数十万人の会員様の中でベスト10にランクされた社員スタッフが3名もいらっしゃったことです。私たちは本当に自分がお金を出してでも欲しいものしかお客様にお知らせをしないというポリシーそのもののアニーグループのスタッフ全員に心から、ね、言わせてほしいと思います。108名のスタッフと関係の方、全部で600名のスタッフの方に本当にありがとうございます。パーティー会場に詰めかけた豪華な面々からも、口々にアニーグループと二枝社長へのお祝いの言葉が寄せられました。もう25周年おめでとうございます。やっぱり光冷暖房がね、だんだん世の中に認知されてきて、これから大化けしそうだから、本当にめでたいと思います。ライダー社長も頑張ってますから。うちで作っとる教材をね、採用いただいて以来15年ぐらいお付き合いね。いや、立派な社長ですよ、熱心だね。ちょっと言いにくいこと言うけど、調子に乗って手を広げすぎないように頼みますよ。新しい時代の新しい、事業としても素晴らしいし、ね、使命感としても非常にいいものだと思います。ぜひ、ね、大きく育ててもらいたいなと思いますね。いや、素晴らしいなと。私は一昨年に100周年を迎えましたからね、やっぱり継続して経営を続けるということは大変なことと十分分かってますからね。炭酸ガスの削減も含めて非常にその時代の流れに乗った事業ですから、ね、ものすごく期待してるんです。やっぱり一旦やり始めたら絶対ギブアップしないね。それがやっぱりいいのと、やっぱり非常に長期中期のビジョンを持ちながら進めてるということね、素晴らしいですね。あれは世界に羽ばたくね、大企業になりますよ。私も楽しみにしてます。頑張ってください。誠実に感動と夢と幸せを与えるということですごく共感して、で自分もサッカーで、それを目指してやっていたので、はい、それで意気投合して、で今もいいお付き合いをさせていただいてます。素晴らしい発展を遂げてください。応援しております。よろしくお願いします。二枝さん頑張ってください。これからもよろしくお願いします。もう本当僕は同じ年でね、もう本当に尊敬する
大先生、僕の兄です、兄ですっていうぐらいに、もう本当に大好きな人です。どうもおめでとうございます。この光霊団が、発表する前に呼ばれて体験して、あ、これはすごいということで、私は家に導入しました。誰も信じないことをやっぱりやっていくという、でめげてもやっぱり追求してやっていくと、まあ、そういったやっぱり努力と、本当に博多の見事なチャレンジャーだなというふうに思います。皆さんね、いや面白いけどね、面白いねとはおっしゃるんだけど、ご自分でそのリスクを背負ってね、実現の過程をやろうという方はやっぱり二重さんの初めてだと。もう今となっては、まあ、本当に一緒に墓場まで一緒に行くような普通じゃないですよね。やっぱり独自性っていう、独立してものを考える人だと思う。珍しい日本人ですね。25周年おめでとうございます。この出会いに感謝しております。席にいらしてる皆さん、本当すごい方ばかりなのに、こんな席に座ってていいのかなと思いますけど、本当にいつもよくしていただいて本当にありがたいです。今のまんまでね、熱血感でしょ、うん、だから今のまんまで、まあ、有言実行って私いつも言うんですよ。言ったことは必ず実行するようですね。今のまんまでいてもらいたいです。まっすぐ突き進んでもらいたい。もうホープですよ、光ですよ、星ですよ。お父さんが素晴らしかったからですね。お父さんもすごく好きですから、お父さんのこう考え方、魂がもうそのまんまですので、ね、信じてました。もう小さいとこからちょっと人並み外れて積極性があって、何か頼んだらそこに隣になかったらまた隣に行くような子でした、はい、それが一つ支えでしょうか。もう私は支えてないです。もう本当にもうスタッフの皆さんが支えてくださってですね、本当にありがたくって、もう私は本当にもう見守るだけで、もう感謝の言葉も出ないぐらい感謝しております。皆さんにたくさんの方に、ね、お祝いいただいてありがたいとともに、また感謝とともに、で次の30周年に対してね、またこうコツ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 やっていかないかなという気になりましたね。本当にね、これだけわがままな経営者っていないと思うんですよ。実はニコニコしてるけどすっごい細かいんですね。でそういう自分に本当にこうついてきていただいたスタッフにありがたい。それからもちろんそのブレーンの方々、そして何より、ね、お金を出してうちを支持いただいているお客様、それから提携先様、命の次に大事なお金を出していただいている方々にね、本当に支えていただいてありがとうございますと言いたいですね。僕の願いとしては、そのアニーとシノイと光霊団がこう合体してこう三位一体となって成長していきたいというふうに思っております。一度の人生悔いなきようにチャレンジ、30周年に向かってやるぞという感じですね。長年にわたって石と向き合い、人とのご縁を大切にしてきたアニーグループと二重田社長、今回の25周年の節目を迎え、さらなる発展を目指し、これからもチャレンジをしていきたいと決意を新たにしていました。